ラリーグドジャース6、5ロッキーズ、2024年9月22日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手、30、は22日、日本時間23日、ロッキーズ戦で4対5の9回に起死回生の同点53号ソロを放った。続くムーキー・ベッツ内野手、31、の2者連発となるサヨナラ本塁打を呼び、チームの危機を救った。4安打で打率。 301と再び3割に乗せ、2得点で日本選手最多を更新する128得点。日本選手最長の5試合連続盗塁となる54、55盗塁目の2投も決めて、53から55とした。吠えた、打った瞬間、大谷は三塁ベンチに視線を送り、ロサンゼルスの青空に左人差し指を高々と突き上げた。4対5の9回、先頭でハルバーセンのスプリットを捉え、 宇宙間関に騎士回生の同点53号ソロを叩き込んだ。どよめきが止まらない5万730人の大観衆は、続く2番ベッツのサヨナラ弾で最高潮に。大谷は本塁付近で歓喜の輪に加わり、破乱一勝した。この回の直前、ガイアフェンスのビジョンに表示される他球場の試合経過で3ゲーム差に迫る2位パドレスが勝ったことが判明した。パドレスが勝ったのが分かった直後だったので、大きい勝利だった。 昌平が本塁打でエナジーを与え、私も良いスイングができたとベッツ。